みなさんこんにちは、ブンブンゲームにようこそ。今回作るお家はニワトリさんの卵屋さん、ニワトリ専用の家を建築しました。ちっちゃめの家で可愛らしく、サバイバルでも活用できるように自動で卵を回収できるようにしてあります。放っておくだけでどんどん卵が増えるので、ぜひ皆さんも建築してみてください。こちらが今回作るお家の平面図ですね。丸くてちっちゃくて可愛いです。正面と後ろ側でちょっとだけ違うので気をつけてください。それでは基礎から作っていきましょう。はい、まずはこのように柱を立てました。そしたら次に家の外側部分をね、作っていきます。はい、そうしましたら照明以外はこのように置けている状況です。下から3ブロック目の位置ですね。そしたら次に正面の入り口部分を作っていきます。次に鶏のね、小屋の部分を作ります。チェストを置いて、鶏の卵をホッパーでこのチェストに集まるように置いていきます。はい、このようにホッパーを置けました。そしたらこの上にハーフブロックを置いていきます。はい、そしたら正面入りまして、チェストの横に作業台を置いていきます。はい、これでね、中の方はだんだんできてきました。はい、続いて周り作っていきます。ガラスをね、外側部分に置いていきます。外側に置けたら、この内側部分にも置いていきます。はい、それでこちら側のここだけね、上にガラスを置きます。そして奥のトラップドアをここに置いていきます。はい、これでね、周りの部分もできてきました。次に屋根を作っていきます。はい、まずは正面側から作っていきます。これを柱の4箇所に作っていきます。このように屋根の端部分を4箇所ね、作ることができました。そしたらこの屋根をそれぞれつないでいきます。
はい、それぞれねこの屋根をねつなげることができました。そしたら上部分はねハーフブロックでこのままつないでいきます。はい、そしたら次に屋根の装飾を少ししていきます。はい、こんな感じで全部の屋根のところにつけていきます。はい、周りの部分もねこのように作ることができました。はい、そしたらここの下の部分作っていきます。はい、そしたら周りの装飾もしていきます。はい、ここまでできましたら周りにね多くの葉を飾ります。はい、そしたらね周りの方はこれで完成しましたので、最後の仕上げにねうちが作っていきます。まずは正面入ります。はい、電気はこんな感じ、ランタンはこんな感じ、真ん中は中央、それで端っこの部分は外側からね2ブロック開けて置いていきます。はい、そしたら次1箇所はしごを作っていきます。手前の方にですね1箇所このようにつけておきます。そうするとこのようにやって上からね鶏をねカットできるようになります。で1箇所ウールか何かをまあ、この辺りに置いてね、卵が出てきたらここからあそこに向かって投げるように、まあ、このようにね鶏を増やしていってあげましょう。でここはね蓋を閉じて開け閉めできるようになってます。そのためにここはねトラップドアにしてあります。さらに実際にね鶏をどんどん増やしていきましょう。はい、このようにね鶏を飼うことができました。まあ、ニワトリが増えてくると卵を産み落とします。産み落とした卵は全てこの中に入っておりますので、これを回収してください。でその回収した卵は基本的にはここのねあそこの部分にも向かってやると新しく出るようになってます。
はい、ということで完成しました。自動卵回収の鶏小屋さんですね。自動卵回収の鶏小屋ですね。卵をね、自動で回収してくれるので、サバイバルでもね、実用的になっております。あとね、この小屋を気に入っていただけたら高評価、チャンネル登録お願いします。今後も前から建築動画配信していきます。ぜひまた見てください。それでは次の動画で会いましょう。バイバーイ。